はい、ということで、シンパニーチャンネルをご覧の皆様、いつもね、徳永英明さんの楽曲をね、弾き語りさせていただいておりますけれども、今日はちょっとご報告ということで、何この格好ですよね。まあ昔からこのねチャンネルをご覧になっている方はもしかしたらご存知の方もいるかもしれませんが、私の徳永がですね、空手の黒帯取得しましたというご報告です。空手を始めたのはね、実は12年前ですね、38歳の時なんですけども、今50歳でしょ、もう12年越しですよ。この12年越しの黒帯っていうのは本当に重みがありますね。で、ちなみに空手っていうとね、まあオリンピックでも空手ありましたけども、空手には実は大きく2つありまして、オリンピックでやってたのはいわゆる伝統派、寸止めの空手で、私がやってるのは、フルコンタクト空手っていう、まあ極真空手とかっていうと分かりやすいんですかね、直接打撃を当てて、やるっていうそっちの方の、空手なんですけども、このね、普段僕がギター弾き語りしてる雰囲気からすると全くね、って感じかもしれませんが、そう、実は、バシバシ殴り合い蹴り合いっていうね、このフルコンタクト空手を12年間やってまして、で、黒帯ようやく、取ることができました。まあ音楽やっててもね、楽しいこと充実感を味わうことっていうのはもちろんたくさんありますけれども、この空手でね黒帯を取ったっていうのはまた格別なるね、充実感というかね、感無量なんですよ。今見ている方にとってはね、どうでもいい話かもしれませんけども、どうしてもやっぱね特別なんで、これは見ていただきたいということで、ご報告させていただきました。このフルコンタクトカードでね、実は初級クラス、中級クラスといろんな大会でさせていただいて、まあね、結構いい成績残したりしてるんですよ。まあ、たくさんのね成績をちょっとここに載っけておきましょうかね。はい、まあでもね、その黒帯っていうのはまたその強さと、もちろん強くなければ黒帯にはなれませんけれども、強さ以外にね、まあやっぱりみんなに認めてもらえないとこの帯は締められないので、やっぱりね認めてもらえたっていうのはやっぱり嬉しいですかね。師範にもそうだし、登場の皆さんにもね、認めてもらえたっていうことが本当に嬉しいなと思います。ここであんまりね、このグダグダ黒帯になったっていう話をしてもあれなので、もし興味持っていただけた方は、僕がやってるもう一個の、道場のね広報部長がやってるので、そちらの方で僕がね組手、5人と組手をして商談しましたっていうね動画を作ったので、そちらをぜひ見てください。はい、ということでね、今日は本当に何のご報告っていうことなんですけれども、空手で黒帯を取りましたっていうご報告になります。もちろん音楽活動もこれからはね、これからもやっていきますので、両方っていうか、皆さんは音楽活動を楽しみにしていただきながら、僕は両方楽しんでいきたいと思います。おっす。